私の登録更新曲を聞きにわざわざカナダからやってくる人もいるで。そうなんですね。私あのカーネギーホールで去年も全部ソードアウトだったけど、パリもソードアウト、それからブダペストもソードアウト、今回もソードアウトになってるからとても嬉しいです。みんな手紙に私の音色音色って返ってくるからな。
私は太い指をしてるでしょう。これがまたすごくいいですよね。細い綺麗な手をしてる人が弾いてもカチカチの音しか出ないから。柔らかい手をなさっているようですね。いいですか。すごく柔らかいですね。お肌がスベスベです。それから性格を和らげることや、さっき言ったように人を絶対傷つけない、どんな嫌いな人でも、えばってる人でも、登れてる人にでも、嘲笑うようなことは言わない方がいいですよね。